ララ、おはよう。おはようございます、ミルドレッド少佐。ちょ、本日は何かの作戦でしょうか。現在今の片付けミッション中ではありますか。休め。おはようクララ、あと私はミルでいいから。そうですか。ではおはようございますミルさん。でクララだけ。はい。他のみんなは。まだかなこさんたちは学校です。ああ、そういえば例の男子校にまだ通ってたわね。はい、何でも毎日大変だとか言ってます。ま、あの二人は女子校オンリーの箱入り童貞だからね。特にかなこなんて男に免疫ゼロだしって。ん？よく考えてみたらクララ、あなたって学校行かないの？はい、私がですか？だってあなた、かなこと同じくらいの歳でしょ？言われてみればそうでしたね。考えたこともありませんでしたけど。どうする？同じ学校でよければ通えるようにしてあげるわよ。そうですね。私の任務的にもかなこさんのそばにはいつも痛いですし。じゃあすぐに手配してあげるわ。あ、ちょっと待ってください。どうしたの？そもそもの質問なのですけど、学校って何ですか？は？いえ、概念としては知っていますが、何分未経験でして。ああ、そういえばあなた船で育ったから学校通ったことなかったのね。実はこれだけ長期間陸上生活するのも初めてです。これは先に一般常識が必要かもね。もしかしてそれがないと学校に通えないのですか？大丈夫よ、ざっくり私が教えてあげるから。はい先生、よろしくお願いします。誰が先生よ。ではまず最初にあなたの認識度を確認するわね。はい。クララ、あなた学校ってどういう場所だと思う？集団で勉強とスポーツを行う場所です。ふむ、具体的には？上陸作戦の立案と対艦兵器の整備、まれにヘリの操縦訓練です。そう、私は広報官でもあったので射撃よりは通信機器が専門でした。あ、でも暗号はちょっと苦手でして。どこの士官学校って感じね。あれ、何か変でしたか？あ、いえ、まあいいわ、現状の把握はできたから。まず学校の勉強とは、数学、言語、科学などの学習をします。はいはい先生。どうぞクララ君。そのあたりは全て通信教育で終えました。え、マジで？はい、こちらが通信大学の卒業証です。って、うわ、ほんとだ。しかも4カ国語もマスターしてる。つか、うちの研究室に来てほしいくらいね。もしかして習うことがなければ学校に通えないのですか？そんなことないわよ、勉強だけが学校じゃないからね。スポーツですか？ええ。あなたは何か経験ある？ヘリ飛ばしたり着艦訓練が得意です。ないわよ、そんな演習じみたスポーツは。そうですか、割と上陸作戦は好きだったんですけど。この子海兵隊に入れた方が早い気がしてきたわ。